ブルル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 桃太郎電鉄読めないもんだって逆になってるから。昭和、平成、令和、もう、定番っていうね。なんだけど、すげえ狭いよ、これ。っていうことで、あの、スマホですからね。まあ、カキンがスマホでやったらってまあいいや。えっとね。 何を話そうか。ちょっとノープランなので。ええー、でね。あのー、まあ、上で家族も寝てるしね。っいうことなのでえー、っと、その、まあ、えー、タイトルの通り、あの、昭和、平成、令和も定番っていうタイトルの通りに、やっぱり、シンプルに、きをてらった、あのー、 こう桃鉄ではないみたいですね。人のプレイ動画を見てて、えー、感じでっていうのはね、やっぱ、そのシンプルさをこう、やっぱ、今、今桃鉄が出るっていうことで、その、シンプルさを、こう、味わうというね。はい神々、こう、味わうという。だから、俺もね、 ゲーム実況とかをしたいかなっていうのを考えたりも、まあ、するんだけども、まあ、機材もね、いるからね。その時に、あの、こう、やっぱり、こう、桃鉄はもうそういうもんだと。今のこの桃鉄はそういうもんだから、こう、ものすごくこう、あの、これは桃鉄だなっていうのを、もう、こう、味わい、神み神みみみ、こう、 こうね、つばが出るおもてつって感じで、味わいながらやるって感じやね。しますね。みんなそういう、今この時におもてつが出て、みんなはそういうふうにや、まあ、意識してるかどうかわかんないけど、まあそういう感じでやってると、感じで、えー、なんていうかね、それで、そうなんですよ。気をてらって こう、新要素がなさそうだけど、シンプルな桃鉄で、で、ドイーンのね、あの、エノッピーのね、まあ、ドイーンの絵じゃないから、うん、絵じゃないのをまた、いろいろ言われてるけどね、うん。いろんな、こう、だから、桃鉄ってこうだったな、っていうことをね、昔やってたりした時の、噛み締めプレイっていうのをね、あのーうん、そうだね、やるんだろうねっていうね、感じよね。 歴史ヒーローとかね、もう入ってますので、で、歴史ヒーローの2010年歴史ヒーロー、あの、大集合のやつ、Wii、ウィーのやつとかね、もう、まあ、こうだったよな、こういう楽しさあったよな、っていうふうに思い返しながら、やっぱり、あのー、プレイする。ちょっと、やっぱり、キングボンビーがこうなのもね、寂しさあったりしますけどね。ほは、だから、 噛み締めながらゲーム実況を俺だったらしたいんだけど、環境がないからね。ゲーム実況ないからね。っていう、そういうのは、ま、ゆっくり、ゆっくりやるものです。噛み締めて。人生、うん、そういうもんですね。あ、以上。以上。